AM ゼネラルハマー GM から販売されたハマー3種類左から H3 H1 H2 ハマーは1992年にアメリカの自動車メーカー AM ゼネラルが発売した軍用四輪駆動車ハンビーの民間仕様及び AM ゼネラルから権利を購入したゼネラルモーターズが1999年から展開した SUV ブランド GM は2009年の破産後に中国の施政にあぐり中重工機械にブランド売却を打診していたが破断となり2010年に販売を終了。2022年に電気自動車として復活することが計画されている。俳優アーノルド・シュワルツネッガーの要望をもとにハンビーを生産していた AM ゼネラルからハマーの名で発売された民生版ハンビー。 1992年6月に限定版として工場直販にて発売が始まり、1992年10月より一般ディーラーにて販売開始された。1994年モデルより搭載されているディーゼルエンジンの排気量が6.2リットルから6.5リットルに変更された。1995年モデルから5.7リットルガソリンエンジンモデルが追加され、 その後2年間生産された。1996年モデルにターボディーゼルエンジンが追加された。1999年に販売権を得たゼネラルモーターズにより、同社は AM ゼネラルが製造した上で、ハマー H1 と改名されて販売が続けられた。2005年モデルから、イスズ製 8GF1 型ディーゼルエンジンに変更され、名称も H1α となる。 H1 のエンジンはディーゼル、ガソリンともにすべて V 型8気筒である。4ドアのオープントップルーフとリアカーゴを持つピックアップトラックの4ドアオープントップの他に4ドア後部ドアのフルハードトップを持つ4ドアワゴンの2モデルが存在し4ドアオープントップには純正オプションによりハードトップに改装したストタイプやベースとなったハンビーに似た ハードトップと傾斜した車体後部にハッチバック式のリアゲートを持つスラントバックタイプも存在する。原型の軍用車型であるハンビート違い公的機関での使用例は多くないが日本の公的機関や企業で災害対策用車両として採用例がある。日本国内では一般的な自動車と比べその大きさが印象的であり特に目立つ全幅は H1 の 2197mm に対し、例えば軽自動車では、最大 1480mm と 70cm 以上の差がある。車両重量も重いため、日本ではこの型の一部は順中型車に分類される。2017年3月12日以降に、普通自動車免許を取得した場合、運転できない。2006年、原油価格高騰の煽りを受け、 リッターあたりの走行距離がわずか 4km 前後の H1 は深刻な販売不振となり生産終了と発表された。また、2007年からのディーゼルエンジン排出ガス基準の強化により規制対応の施策を行ったが、基準を満たす目処が立たなかったことも販売終了の一因である。ただし AM ゼネラルによるハンビーの生産は続けられており、2013年には ハマーとは別の民間向けハンビーの発売計画が、エームゼネラルから発表されている。シレータ方をベースとして、H1 の雰囲気を踏襲した、フルサイズ SUV であり、軍用車との関連はない。そのため、サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン、リアは5リンクリジットとごく一般的なものとなり、車軸にもハブリダクションは用いられていない。アクスル感に見えるはしご型フレームは低く、 さらには、トランスファーケースなどがぶら下がっており、そのシルエットは、H1 とは全く異なるものになった。しかし、それと引き換えに、低く平らなフロアによる良好な居住性と、アメリカ人が好む GM 製 SUV の乗り味を獲得し、マニア以外からはむしろ歓迎される結果となり、高所得者層を中心に、当初からセールスは、好調を維持した。2002年より、GM が生産。 日本では三井物産オートモーティブが輸入。米国ではキャデラックエスカレードやフォード社のリンカーンナビゲーターと並ぶ高級 SUV である。SUV の H2 のほか、ピックアップトラックの H ニストも販売されている。ストとはスポーツユーティリティトラックの略で SUV とピックアップトラックを掛け合わせたタイプの車を意味している。H ニストは H2 の2列目座席より 後ろからそのままルーフを取り払ったデザインになっており、フロントウィンドシールド上部に専用のマーカーランプがついている。GM の SUV 部門の女性チーフが室内がゴム臭いといったことから、2006年モデルからスペアタイヤが社外に出されることとなり、バックドアの使いがあっては悪化した。この変更による室内の変化はなく、サードシートも片側一脚のままで、 スペアタイヤのなくなった後は空きスペースとなっている。シボレーコロラドのシャーシをベースに H2 をさらに小型化したモデルでルイジアナ州シリーブポートで生産されていた。コロラドとの部品共用は9%ほどであるという。2006年モデルは3.5リットルの直列後、気筒エンジンが搭載されているが、2007年モデルからは3.7リットルに排気量がアップされている。 排気量が小さく、また、V 型エンジンでもないので、アメリカらしいフィールには欠ける。トルク不足からアメリカでも評判が悪く、2007年9月に5.3リットル V 型、8気筒エンジンが搭載された H3α が登場した。また、ヨーロッパ向けには、ディーゼルエンジンの搭載も予定されていた。H2 と比較するとボディは一回り小さい。ハンドル切れ角が大きく。 最小回転半径は5.6メートルしかない。車幅は三井物産オートモーティブが輸入するモデルは1980ミ、mm、リメートルで、あるが大型フェンダー込みの寸法であり、室内はそれほど広くはない。また、全長はスペアタイヤ込みでも4720ミ、mm、リメートルと、短くカーアンコルームのスペースも狭い。2005年秋より三井物産オートモーティブが輸入。また、 南アフリカ共和国でも生産され、2007年以降右、ハンドルモデルも生産されたが、2007年モデルは、正規の日本導入はなし。2008年モデルより、GM アジアパシンフィックジャパンが輸入を担当。日本の場合、重量に対しての燃費で計算されたため、エコカー補助金を受けることができた。高いアクロ走破性から、ラリーレードでも活躍しており、 ナスカーレーサーのロビー・コードンが H3 でダカール・ラリーに参戦。2007年のダカール・ラリーでは4輪、部門総合8位で完走した。同クラスの車種はトゥー高い J ・クルーザー。2008年9月に2009年モデルとして H3 のカーゴルーム部分から屋根を取り払ったピックアップトラック版の H3T が登場した。H ニストと同様。 スポーツユーティリティトラックとして位置づけられている。2010年2月、三井物産の HP 上で、ハマーの日本での輸入販売を停止すると発表した。同年5月24日に生産終了となり、GM のハマーブランドそのものが廃止となった。2008年のデトロイトショーで発表された、近い将来導入される予定であったハマー H4 を意識して作られたコンセプトモデル。 H3 よりも全長、高さがコンパクトになったボーディにより優れたオフロード走破性能が与えられており、弱燃層がターゲットとされた。搭載されたエンジンは E85、エタノール混合燃料に対応した3.6リットルの V 型8気筒 DOHC。足回りにはブレンボ製のキャリパーを採用。サスペンションにはフォックスレーシングのコイルオーバーが採用されている。 ボディタイプは2ドアの2プラスに仕様であり、前席のルーフ部分は取り外しが可能になっており、後部ルーフ部分もスライドが可能となっている。2010年のハマーブランドの廃止により、市販化はされなかった。2011年、ベーマイエレクトロニックビヒクル社が、ゼネラルモーターズの公式ライセンスを受け、電動カートの車種に HX コンセプトをデザインモチーフとした。 エレクトリックハマー HXT と呼ばれる電気カートを製作し販売した。ハマーブランド初の電気自動車。当初、GM は2020年5月20日にワールドプレミアの開催を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い同イベントの延期を発表した。ハマーブランド廃止へ GM と中国企業売却を白紙撤回レスポンス。 GM2 リバイブハマーネームオンニューエレクトリックピカップモデルザ・ウォールストリート・ジャーナル HTTPS www.wsj.com アーティコルズグラミー2リバイブハマーネームオンニューエレクトリックピカップモデル -115 億7868万66922020年4月20日閲覧 GM マッチョ SUV ハマーを 電動ピックアップトラックとして2022年復活へ。スーパーボールで CM を予定。インギャジェット日本版。2020年4月20日閲覧。ウォッチ、ユーキャンサンク、アーノルド・シュワルツェネッカー・フォーザ・ライズ・オブ・ザ・ハマー、GM ・インサイド・ニュース、ハット・ヒストリー、コーポレート・インフォメーション、AM ・ゼネラル・ LLC、モビリティ・ソリューションズ・フォーザ・21・ショート・トン・センチュリー、ハット・ AM ・ゼネラル・ハンビ。 シビリアンシリーズメイクスワールドデビューアットアイデックス2013ハマー EV 5月20日の発表を延期ティザーイメージを公開動画レスポンス2020年5月13日閲覧ありがとうございます